ちょっとトア、危ないでしょ。ごめんね、サキちゃん。大丈夫？うん、大丈夫。スマホを見てたみたいだけど、何か調べ物？え？早く連絡は来ないかなって思ってただけ。連絡？レッスンの時間だよね。荷物取ってくる。ねえ、やっぱ最近のサキちゃん、なんか変じゃない？マイペースなのはいつものことだけど、どうもぼんやりしてるっていうか、気もそぞろっていうか。この頃はお弁当を食べてる時もぼーっとしてることが多いよ。よくため息ついてるし、お箸も止まるし。もしかしてご飯も喉を通らないくらいの悩み事が？でもこの間ショッピングに行った時は幸せそうだったよ。ペア物のアクセサリーを見ながら喜んでくれるかもなんて言ってさ。ペア物のアクセサリー？うん、確か指輪だったかな。あれ、ノアどうしたの？あのさ、サキちゃん、早く会いたいみたいなこと言ってた気がするんだよね。会いたい？誰に？いや、それは私もわかんないんだけど。ノアの気のせいとかじゃなく？失礼な！可愛いもの探しで鍛えられたこの聴力が、可愛い可愛いサキちゃんの声を聞き逃すはずないでしょ。ノアの聴力のことはまあ置いといて、もし本当にそうなら誰かに会いたくて悩んでるってこと？置いとかないでよ。誰かに早く会いたい、悩んでる様子、でも私が見た時は幸せそうだった。はっ、もしかして恋じゃない？え、だってスマホを眺めてため息ついて、ご飯もなかなか食べれなくて、でも幸せな気分にもなって早く会いたいってことは、もう完全に恋の悩みじゃん。いやサキがそんな、ねえノア。いやトアに同意するのはちょっと悔しいけど、あながち間違ってない気もしてるんだよね。ノアまで？だってペア物のアクセサリー見てたんでしょ。そんなの渡したい相手がいなきゃありえないじゃん。それは確かに。いやでも、もし本当にそうだとしたらどうすれば。フォトンメイデンの活動のことだってあるし。もしかしてスキャンダルになっちゃう？みんなどうしたの？レッスン遅れちゃうよ。え？そうだね、ごめん、今行くよ。とにかくしばらく様子を見てみましょう。まさかサキちゃんにそんな相手が。でも、もしそうなら、あれはムニさん、ウサ耳、モフモフ。あら、サキじゃない。どうしたの？そうそう。え、何？ちょっと、人のウサ耳に何を。違う。いいタイムが出たわね。よし、もう一周したら。ん？あれ、さっき？ここは広すぎるかな。こっちは日当たりが良くない。ここならくつろげるかな。
かな。あれ、さきちゃん？お菓子屋さんの前で。あ、もしかして一緒に食べるお菓子選び？何を買うのかな。おいしそう。けどこれはダメ。こっちも。あ、これならきっと喜んでくれるはず。お菓子を選んだのかな。で、あれ？このお店って…どう思う？恋のような、恋じゃないような…さきちゃんとムニちゃんの組み合わせ、最高だったな。これぞ可愛いの発表。これ以上は見てるだけじゃ何もわからない気がするな。だよね。やっぱり直接聞いてみるしかないか。近頃の悩み事？そうそう、さきちゃん最近ぼんやりしてることが多い気がして、どうしたのかなって。ずっと気にはなってたんだ。力になれることがあるなら協力したいし。事情でも安心して、私が全力でさきちゃんを守るからね。守る？悩み事っていうわけじゃないんだけど、実は大好きな子が近々両親と一緒に会いに来てくれることになってて、でも具体的な日時はまだわからなくて、早く決まらないかなって。子がご両親と一緒に？っていうことは結婚前の挨拶？えっ、もうそこまで言ってるの？ちょっと二人とも落ち着いて。まだそうと決まったわけじゃないでしょ。さっきそのご両親と一緒に来てくれるっていうのは、シュレディンガー。シュレディンガー？確か、さきの家の…あ、猫。猫？あ、この子の首輪についてるのって…ひょっとして…指輪？うん、お揃いで買ったの。いつもつけているわけにはいかないから、普段はペンダントにしてるんだけど…実家ではずっと一緒だったんだけど、妖婆学園に来てからは離れ離れになっちゃって、ずっと会ってないから会いたいって両親に相談したら連れてきてくれることになったの。ああ、だから早く会いたいって。シュレディンガーも私がいなくなってからは寂しそうだったんだって。お父さんのお仕事の都合もあるから日程はまだなんだけど、近いうちにって話だからずっと楽しみにしてるんだ。なるほど、そういうことだったのか。いやー、びっくりびっくり。トアが大げさに騒ぐから。うん、ノアだってもしかしてってなってたじゃんか。何かあったの？あー、ううん、気にしないで。ちょっとした誤解が発生してただけだから。シュレディンガー、早く会えるといいね。